はい、では、武器の配給も終わったので戦闘から始めていきましょう。いきます。プールの完成を見ていよいよここをぶっ壊す気らしい。俺が、そんなことさせないがな。ひょっとすると敵の中にメドーサボールってやつがいるかもしれない。そいつを倒せばゴルドンも復活できるはずだ。さあ得て教団のやつらを蹴散らす準備はできているか。戦う準備はできているか。誰より練習したのはセイド。誰より汗を流したるセイド。かかれ。ああ壁作っとけばよかった。かかれかかれ。入れるな。ここから入れるな。やって食らえメラゾーマ。そんなんなかった。つえ、こいつら、こいつらつえな。ちょ見て見てて見てるだけでも勝てんじゃない。この筋肉ども結構強いぞ。ちょこれ余計のむず。ちょっと待って、回復します回復します回復します。123で引く。ゴールドン、うぅぐぅぐぅぐぅ、ちょっと待って、か混乱した混乱した。123、これいける、殺せ、よし。123、混乱してる、よしよし。なんだやばい、一人死んだ。ちょっと避難させよう。なんだお前は、寝とけそこで。どうする、これどっちから倒すか。やっぱ骸骨だよな。引け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 。よしよし、ヒットアンドウェイヒットアンドウェイ。やばい、またもう一匹死ぬ。ヒットアンダーウェイヒットアンダーウェイ。あ、そうだそうだ、ミステリードールはダメだ。俺じゃないとダメだ。ミステリードールは任せてくれ。あ、起こして、誰か起こして、やめて、任せろ、やめて。お前らはちょっと骸骨のとこ行け。骸骨のとこ、いけるいけるいける。おそう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 、オッケー、ナイス。死者多数死者多数、ちょでけえ。こいつはなんだ、こいつは普通に攻撃した方がいいのか。攻撃か、普通に攻撃した方がいい。強い強い強い。危ない、オーラまとったら離れた方がいい。寝転んだら一回転する。オーラまとったら離れて、離れる。オーラ、いけ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 。ダメダメ、あと一撃。よし、シンプルに強かった。あ、必殺とか打てばよかったな、忘れてた。うん、鉄の鎧、はい、作ります。速攻作ります。うん、やったわ、魔物たちを追い払えたみたい。うん、魔物は倒したんだ、早くやろうぜ。オッケー。まず鉄の鎧を作ります。これを切ると。これ防具も渡せればいいんだけどね、防具渡せないんだよね。しまってで、バーテンのおっさんがマーク出てたな。集合してくれ。
さおっさん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 だおっさんおっさんおっさん。うん。あ、準備オッケー。はい。ペロもゴロイロ食べに新しい衣装まで作って髪まで染めてやる気満々のようです。ペロちゃん、おお。ちゃんと並んでる。俺もっといただろ。アラクレちょっと足りなくねえか。アラクレ上にいたわ。上にいたわ。え、めっちゃ可愛くないこれ。ペロちゃんもしかして。いや、こっち映さなくていいから。こっちも映さなくていいから。わ、ペロちゃんかわいいね。ペロちゃん、ペロちゃん、俺のペロちゃん。こいつら、何やこいつら。で、パーティー始まったのはいいんだけど、どうすんのこれ。あ、こっちか。うん、はい。島の人たちは長いこと教団の教えを信じてきました。心のどこかでわずかに疑問を感じながら、しかし再び物を作る幸せをビルダーのあなたに教わりました。改めてお礼を言いますよ、デさん。ただいくら大恩人であるあなたでもうちの娘はあげられません。ペロを口説き落としてあなたの空っぽ島に連れて行こうなんて絶対しないでくださいね。お前ぶち殺して連れて行くわ。じゃあ。やるよ。えて、見ろ。ペロの踊りすごくいい。最高すぎて俺、壊れそう。ペロの体黄金じゃないけど、すごく輝いて見える。俺なんかより、ずっと。ペロ、やっぱり俺のお嫁さんにする。他の誰にも渡したくない。片付いたら俺たちの結婚式場ビルドしてくれ。じゃあこいつ生意気抜かしやがって。石の分際で石ころの高が石ころ一つガンダムで押し出してやる。パーティーの盛り上がりも最高潮だ。みんなでステージに乱入しようぜ。どうだよ、エテ。パーティーのクライマックスに臨む準備はいいか。いいよ。俺とマッシモでステージに飛び込んで来るぜ。行ったよ、もう。最速で行ったわ、最速で。バケモンがおる。バケモンが一匹混ざっとるわ。あ、メドーサボールじゃない、これ。許せない。エテの中でメドーサボールって女の子のイメージだから。美しく光り輝くもの、皆に好かれ愛されるもの、皆の心を奪い惑わすもの、私許さない。絶対許さない。なんだ今の声は。マッシモだって。今のマッシモだった。ミスった。
ペロが石に、まさかさっきのが総督のメドーサボールってやつか。あいつは地下にいてめったに出てこないんじゃなかったのかよ。おめえらそんなことよりペロが、ペロが、ペロじゃ、これったら俺どせ、ペロペロ、うん、石になっちゃったね。悔しさに顔を歪めながらも、その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。戦争じゃ、ゴルドン。戦う準備はできているか。ペロのこと必ず助ける。メドーサボール必ず倒す。メドーサボール倒して俺本当の力取り戻せば、ペロの石化も直せるはずだ。だがメドーサボールは地下にこもってめったに出てこないんだろ。どうやって倒すんだ。それにみんなすっかりやる気なくしてやがる。まったく頼りない奴らだぜ。ああ、まるであの時のような鉱石が石になった。みんなやる気をなくして、シュアリア楽器がなくなったんです。えで、お前ベルだ。俺、いや、アレクリに力を与えたメドーサボールをおびき出すものを作れないか。いいぜいいぜ。ピカピカの建物。はあ、金か。ここで金めっちゃ使うんだろうな。金ピカのバーを作る。金ピカのバー、何よそれ、素敵じゃない。新しいバーを作るなんて言っても場所が足りないんじゃないかしら。うん。おい、ミルズ・マッシモ。なんだよ、シド。オイラたちはもうダメだぞ。俺たちであそこに、あそこをぶっ壊すんだ。そうすれば相手がきっと何か作る。あ、上の、上部分か。うん。けどよ、ペロちゃんがよ。いいから立てよ。荒くれの威勢はどこに行った。俺たちは町を代表する荒くれなんだろう。そうだった、すっかり忘れてたぞ。おい、やってくれ筋肉バカが。あ、そんなに上、階段作らなきゃ。じゃあ、うん、さえで、あとはお前の、お前待ちだぜ。ああ、ペロちゃんが、ささ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 さ、またでけえな、またでけえ建物だな、これ。ゴルドン酒場設計図1。なるほど、なるほど、なるほど、これは大変そうだ。また大変そうだな、これ。絨毯とかいんのね。ってことは綿がめっちゃいるわけか。うん、これは大変だ。うん、これでやる気を出すのか。あいつらがいくら頭の中で筋、あ、中まで筋肉でも。うお、なんだ、なんだこれ、なんだ。これを機に私たちもハーゴン教団なんか抜けちゃいましょう。ペロちゃんのためにみんなと酒場を作るのよ。強い、強い、こいつら強い。わかる、見てるだけでわかる。勝てない。ゴールドラッシュその3。うん、はい、分かったよ。それはそうと、メドーサボールはどうしてゴルドンに見向きもせずペロを石にしたんだ。島で最も美しく光り輝いていたのがペロちゃんだったからよ。メドーサボールはかつてこの島の鉱石を石にして希望を奪った。
その時俺たちは全てを諦めてハーゴン教団の信者になったんだ。それが今度はペロさんだったというわけですね。けど今度はそうはいかないぞ。みんなでペロを必ず助けるぞ。いたの。はい。これあれかな、みんなで一緒に手伝ってくれるパターンのやつ。中途半端な感じがしますね。うん。はい。あ、オッケーオッケー、手伝ってくれる、ラッキー。最初の部分を作っている間に俺たちが、素材をたっぷり用意してくるぞ。仕方ない、仕方ない。ってことは箱置いとかなきゃいけないんじゃないの。金レンガの壁を50個。はい、わかりました。じゃあ置いちゃうか。金レンガの壁50個。金はちょっとこれうん、階段作りたくない、これさすがに。ねえ、ちょっと階段がないとこれなかなか大変だと思うわ。一旦まず土台作ってみるか。違うよ。これむずいな、だいぶむずいな。階段作るのってめちゃむずない。一個下に置きたいんだけどさ。この辺から伸ばしていってみる。よし、これで階段作って的な。よし、よし、金が大量に必要だ。で、ついでに銀もやっちゃう。よし、ほんで金のこれだよな、これがいっぱいいるんだよな。全然足りねえじゃん。あ、そうか、半分ずつにしたらいいんだ。受け取ってやめさせて、半分、じゃあ100と、でこれ、やめさせて、これでいいんだ。よし、あ、階段ブロックちょっと作ってみよう。石材いるな。230、そんないらん。100個もいらない気もするけど。
で、こういう感じ？一個はめ出ちゃった。いいね、いいね、いいね。いいんじゃねえの？ちょっとあれ気になる、あれ気になる。よし。よっしゃ、とりあえずある分置いとくか。金レンガの壁。いやー大変だこれ、大変だぜ。一段目、とりあえず右は前列、全部の列ここ必要。こことここ、そっか、50個でいいんか。うん、ずいぶん進んだな。全然進んでねえけど。はい、おい野郎ども。大工じゃないな、なんだろう、荷上げ屋かなこいつら。本業荷上げ屋だな。飛びでもないな、大工でもね、荷上げ屋さん、この子ら。足場屋さんじゃない。作った絨毯にカーテン、そして金のかがり火、肉料理プレートに常夏ドリンク。はい。で、これで、はい。よし、じゃあこれであとは作ってくれるのか。うん。あれだけ相手に対抗心燃やしやがったのに、全く妙な奴らだぜ。あれだけ怖がった地下行動に危険な犯して、危険を犯してまで行くなんてな。こいつら一体どうして。何か気がかりでもあったか。ないならみんなで気合を入れるぞ。ペロのためにこいつを完成させるんだ。えいえい、うおおうおお。おかっけ、お前さんだけができることをやってほしいが、そうだな、例えば設計図を完成させるために必要な特別な素材はないのか。あるぜ。ブロックライトを赤く染めたい。地上の砂漠にあるオアシスで取れる赤の染料ってのが使えるかもな。オアシスは町の、南西にある岩山から、風のマントで飛んでいけばすぐに行ける。岩山には櫓を使って登るといい。はい、あ、そこであれ使うんか。ずっと何なんだろうと思ってたけど。10個。うん、偉そうなスライムが縄張りにしていたはず。くれぐれも用心していけ。はい、そうだ、そうだ、マントという概念があったな。どうやってやるんだっけ。こうだ、忘れてなかった。じゃあ俺ここでずっと遊んどくからさ、みんな やって、こうやって。楽しい。じゃあ行きましょうか。とりあえずここはもう作ってくれるらしいから、すげえなよ。早っ。
あの櫓、あ、あそこに、よし、あそこまでのルートを作ろう。まあ、下から普通に登れるんだけどね。せっかくこのエテポンゲブリッジ作ったからな。このエテポンゲブリッジ使わなきゃ、土だけど、土だけどね、このエテポンゲブリッジ。いいじゃん。指導がいいじゃん。近道作ったわ。オッケー。でこっから上登って、初めてだな、ここ通るの。ちょっと待って、マップチェック。マーク出てるし、そっち方向行ってみるか。なんか宝箱とかありそうだよな。なんかアイテム、隠しアイテム的な。なんか一個だけね、畑のマップでさ、拾ったよね、なんとかブロックっていうのは。よし、こっからだな。丸押してジャンプで丸だな。こっから大ジャンプ、トン！ほー！あ、オアシス、あれだね。キング！ちょっと倒そう。これは倒したら絶対なんかまたいい素材、いいなんか思いつくはず。勝てる。全然そんな大した威力、破壊力はない。いやーこれ怖ー。素早さが下がった。ちょっと指導、そっち任せるわ。ちょっと指導任せる。こいつを先に倒そう。素早さが落ちる。よし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 。やばい、指導がちょっと死にかけてる。半分。オッケー、行くぞ。あ、もうちょっとじゃん。くらえ。こうじゃ。くらえ。何も思いつかん。何も教えてくれないレシピ。悪いスライムだったな。何？いや、探しましたよって何？で、真ん中に。よっ。ここ？ん？あ、占領か。あ、占領か。なんかあんのかと思ったら占領だ。ちょっと待って、止まっちゃった。またマカフィーか、これまた。マカフィーではない、マカフィーではない。ちょっと一回止めます。